この足場綺麗だな、へこの足場汚いなって僕らの中でも分かるんで、あ多分一般の人たちが見るとその塗装っすか、うん、仕上がりを気にするのと一緒で、うん、僕らも仮設でそのもうなくなっちゃう足場かもしれないですけど、うん、それを見るだけで例えば何ていうんですか組んだ後のっすか、うん、綺麗か綺麗じゃないかっていうのも自分たちだから判断して、ね、メッシュの張り方でもね、そうシート、あこれ切ったね職人がやってるなとか分かるもんね、はい、うん、分かる分かる、どこの会社がやってるんだろうともなりますし、あるあどこの足場屋、そうですね、材料の色とかでまた分かるし、ね、そうですね、僕らはどこの有名な足場屋さんって大体材料の色分かるし、あそうなんですね、そうそう、だ大体どこが来るんだなここって分かるんだよな、ね、あそこは汚ねえなとかあるんですよ、やっぱ職人の世界ではね。じゃあなんかそのお客さん目線的に例えばこうなんかそういう綺麗な職人とだって そうでもない職人をこう見分けるわけじゃないけど、なんか分かりやすいものって何かあるんですか。でも一番がやっぱシートですかね。シートが綺麗にパスって貼ってあると思います。このシートですよね。このシートが、はい、ピシッて綺麗に貼ってあるとあれですけど、ダラダラだとやっぱり風が強い人がバタバタして、はい、家の中もうるさかったりとかで結構お客さんとかからもクレームあるんです。あ、へえ、そうなんですね。まあそうよね。であとは要は雑に行くのでやっぱり揺れるしね、足場もね揺れます、ね、まあ、どうしても揺れるんだけど、うんうんうん、で壁にできるだけ穴もう絶対開けんのな、うんうん、ほとんど開けない。100棟に1回も開けないでしょ。もう民家は開けないですね、うん、開けたら楽なんだけど俺、うんうんうん、だけど開けるってやっぱお客さんが傷つくじゃん、うん、開けてほしくないわけじゃん、うんうんうん、でやっぱ動画とかも結構コメントでいや壁にそんな組み方したら危ないよねとかコメントもいただくんですけど、うん、だけど俺はもうやっぱできるだけ壁に開けんようにやっぱ組んどるもんで、でそのギリギリのとこを攻めてかないからね。だからってじゃああんまり揺れすぎて建物に傷つけたらかもんで、うんうんうん、そのギリギリのとこはやっぱりその職人の世界だよね。その単純に、うんうん、カチカチでは組めん、もう壁に穴開けるしかない。うん、でそこのがギリギリのその戸建てって2週間の世界だもんね。うん、これもう1年足場組むとか半年足場組むんだったら別だけど、うん、その世界がまた難しいよね。塩梅がその綺麗っていうね見方って。そうですね。なんか汚い。見える時もあるけど、うん、ガチガチに組んであったりとか揺れんようにとか、ああそうだね、そうですね、この世界がいいなと思うわけよ、はい、飛びがやっていきたいと思うわけよ、はい、足場がな、それ なんでやっぱこれも僕普通に、うん、じっとしとるのが嫌ですね、うん、塗装屋とかみたいにずっとそこにおるみたいな悪口やん、なんかみんなじっとしとるしかもお前今撮影中ずっとじっとしとるやん結構今じーっと固まっとったやん今そう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 、ああ動くの体動かすのが好きだもんね。そうですね、まあ、今自分で頭で現場行くこともあるの。いやそんなもうなくなったっすねもうなくなったであんまりよくなかったでチームもおるでの今いい子がいっぱいおるでってことだろ。ひなの君とか入ってきたもんでってこと。ああみんなおるで。そうです、ね、また一人頭で行きたいんだ。はい、あもういずれか、まあ、今ちょっとベトナムの数がまた減っとるでな。ベトナム人の実習生と日本人の数が、まあ、日本人の方がおるね。多いですね、まあ、それもあるね、うん、別に悪いことしないだろ。別にこっち頭で組めんからってわけじゃないだろ。じゃないですよ別に、まあ、うちの会社で一番あの一番年下で一番後から入ったんだ。その後にも入っとるんだけど、もともと知り合いの人とかが入ってきとるもんで、はい、あのもう職人としてはもう15年やってる子とか、うん、もう20年やってる子みたいなのが入ってきたのかな。遠い年は、ね、子さんの知り合いのメンバーがちょっと来てくれて、うんうん、人数は増えてっておるんですけど、で本当にお前より下はいないもんな。で逆に入ってもやっぱ辞めてく子が多いからな、足場っての世界っていうのは、うん、あの初めてなんで足場やってみたいですっていう子はやっぱこの世界知らんから、うん、ね、やめちゃうことが多いから、まあ、入ってきてはあるけど 2,3 人ぐらい入ってきてるか。でもやめてってるって感じじゃない。 2,3 人そういう子はな、やめてってますまあそうだよな、まあそれは悪いことじゃないでね、うん、変ないじめてとかじゃないんだよな、まあ、僕には合いませんっていう感じで、うん、まあこのまま足場もまあ続けていきたいと。お前、あんたお前どっちか言えよ。あ、僕ですか。放送障害。そうですね、本当に。まあ、は続けていきたいですね。はじめやっていきたい。はい、お前も、はい、あ、そう、やっぱそんな楽しい。楽しいです、ね、ただもうちょっと早くやりたいだけ。前拾ってないから今。そうですね、ただ言って、はい、ただ言って早く帰りたいですねまあまあそれは申し訳ないね、 俺も悪いんですけど、うん、まあ本当、まあ、これからもみんな盛り上げてあの動画作っていきますんで、あの足場本当によく見てくれてるの多分足場の職人さんから見てるんかな、うーん、かもしれないですね、うん、まあ今日のちょっとこのインタビューはもう相当反対されてやったあのやりましたね、この本当にあのこれね
まあ これでもいいけど、はい、まあちょっとあんまりつまんがない。俺がつまらんわこれ、ちょっとやめて本当に、うん、こいつらがへこむ。俺別にこれやられても全然へこまんけど、うん、マジ全然へこまん俺本当に普通もうそのたたかれとるから俺、うん、散々社員から結構悪口言われてるの知ってるから叩かれてるで、俺はまあそれはあれなんですけど、はい、うん、まあ、彼らがねやっぱへこむから、そうですね、まあ、できやもう彼らがよかった、うん、彼らがちょっとこれだよねっていうふうだったらもうこれつけて、うん、でコメントとチャンネル登録ね本当にお願いします、はい、これからアシマの動画をちょっと増やしていこうかなと思ってますんで、はい、でこいつらもやる気になるしね、うん、YouTube 最近やっとちょっと協力的になってきたから、よかったです、うん、またじゃあアシマの動画に出てくれるかな。いいと思う。OK サンキュー。